だけど線描っていうか、こう線でこう描くっていうのがね、これはとてもね、こう私たちにはできないような、あ、そうなんですか。なんかもうそれもセンスやろうと思うよね、生まれつきのね。で、動物なんかでも下書きもちろんしないんですよね。下書きしない。今ライオンさんを描いてるんやけど、見たらわかるけど、もうキャンバスに、あ、キャンバス、スケッチブックにペンでもうこれを描きなさいって言ったら、もうそのまま下書きなしでぶっつけ本番で描くんですね。で、線がもう、ちょっと間違ったらもう一遍線を引いて、消えた。こんにちは。こんにちは。こんにちは。姫野さん、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。これは割り箸です。はい。割り箸を私で削って、これが一番いいみたいで。細くもなるし、太くもなるし。まあ、普通であれば、頭がちょっと大きいけど、それがね、何とも言えない面白みになってね、アンバランスの。バランスがあんまり取れてないから、それがかえって面白いんですよね。できた。もうそこで終わり。先生、終わりって言わないとずーっとやってますか。いや、終わりって言ってもやるから。やめないで。なおちゃん、いいな。はい。できた。できた。できた。よっしゃ。できた。できた。できてないみたいですね。彼の予想を覆す形であったり色であったりね、するから、常識じゃないから楽しいですよね。動物飼いたいって言いませんか？いや、なんか逆に、主人の実家にいる猫をなんかちょっとこう足で蹴ったりするようなことがあったので、あんまり好きじゃないのかなと思って本物はダメなんですよ。ちょっとよくわかんないんですけど、家にあった野菜であったり、なんかいろんなりんごだったり、植物だったりを目の前に置いて描かせてみたんですよ。そしたらお母さんが描いてって言って、そしたら描けたので、これをきっかけに、それで先生にこれを持って行ってお見せして、で、こんな感じなんですけどどうでしょうかって言って、これいつの絵ですか？13歳の時。ここにこんなこう線があるんですよ。ここにこう落書きのように書いてある。これとかで、ここもあるんですが、これって割と今につながるような線なんですよ。だからもしかしたらもっと前から描けたのかもしれないんですけど、あれは全部全然違いますね。違うんですよ、全く違うものを描くので。前に置いとけば描いてくれるっていう、そういう感じはありますね。S 字フックが元なんですけど、S 字フック、それがこんな風にこう変化していって、お団子だったり、あとこれはもうこのシリーズ長いんですけど、
ずーっとこれももういっぱい描いてる。はあ。でこういうのもあれば。霞模様ですねそれ。そうです。なんか着物のこう星のようでもあり。はい。で今度これになるともうあのマーク何かのマークかなと思うんですけど。人の。はい。でこれもだんだんこうあのこの中にこのいたりとか。どんどん変化面白い飛んでいってるみたいなのとかあったりとか切り替わってる多彩だな。だからこれがそのタケノコからまた変化したものでもあってやっぱりあのああやって評価されるっていうことが、はい、こんだけ本人をこの顔変えるんだっていうぐらい、ものすごくもうあの満面の笑みで、もう写真見てもねびっくりするぐらい、いやこんな顔普段しないねっていうような顔で本当にそうだったし、うん、あ本当よかったなって、はい、思いました、うん、こんにちは、こんにちは。いいですか、いい見てありがとうございます。あ今日はありがとうございました。あげて今何やってんですか。お弁当で、うん、お手伝いをしました、ね、あ、しました。それは日記とは違うんですか。違う。違いますか。いや、なんか違う。あんこを食べたおいあとおいあです。あんこを食べた。あんこを食べた。おいあとおいあいす。わかった。どら焼きじゃない。おいを食べた。おいあとおいあいす。食べた。全部食べた。おいあとおいあいす。これですね。これね。これね。これね。どら焼き好きですか。が好き。おいしいよねどら焼き、ね。おいおいしいね。